メバロン酸経路メバロン酸経路は、イソプレノイド合成の出発物質である、イソペンテニルにン酸およびジメチルアリルにン酸を、アセチル COA から合成する生合成経路である。深刻生物の細胞膜に普遍的に存在する、ステロールや、タンパク質の翻訳語就職に用いられる脂質の合成などに関与する。立足段階は、ヒドロキシメチルグルタリル COA が、 メバロン酸に還元される反応であり、これが名称の由来である。イソペンテニルにリン酸を合成する生合成経路は、他にも非メバロン酸経路がある。深刻生物は、ほとんどがメバロン酸回路を持つが、光合成を行う。深刻生物の中には、葉緑体の起源である、シアノバクテリア由来の非メバロン酸回路を同時に持つものが多数存在する。 これらの生物では、メバロン酸経路は、細胞質機質に存在するのに対し、非、メバロン酸経路は、プラスチドに存在する。一方、本来のメバロン酸回路を失い非、メバロン酸回路のみを保持しているものもいる。大部分の細菌は、非、メバロン酸回路を持つが、一部の細菌は、メバロン酸回路を持つことが知られている。細菌は、メバロン酸路のみを持つが、 真核生物とは一部関与する酵素が異なる。真核生物が持つ経路は以下のようになり、7つの酵素反応からなる。このうち2つの酵素について、実際には機能的に同等な複数の酵素が存在し、生物種によって保持している組み合わせが異なる。まず、3番目の酵素である HMGCOA、レダクターゼには2種類ある。タイプ1は歩酵素として、 ナットフと利用するのに対して、タイプには、などを利用する。生物界における両者の分布は複雑で、禁煙種であっても異なるタイプを持っている場合がある。タイプ1及び、タイプ2はアミノ酸配列が相当であり、共通祖先から分岐して、互いに独立して進化したと考えられる。同様に、メバロン酸経路の最後の酵素である、イソペンテニルにリン酸イソメラーゼにも2つの種類が、 存在する。こちらも分布は複雑で、禁煙種であっても異なるタイプを持っている場合がある。こちらは両タイプに、アミノ酸配列の相当性は見られない。古細菌には、深核生物及び細菌の持つメバロン酸経路とは別に、一部のルートが異なる、変形型のメバロン酸経路が複数存在する。一方、深核生物及び細菌の間では、 蒸気のような機能的に同等な複数の酵素が存在するものの経路自体に異は存在しない。大部分の古細菌が持つメバロン酸経路が完全に解明されたのはごく最近である。古細菌には現在のところ4種類のメバロン酸経路が確認されている。このうち一つは大部分の古細菌に分布しており、少なくとも古細菌の共通祖先にまで起源が、 遡ると考えられる。このルートではまず、一番目の酵素反応は、同じ酵素グループに属する。しかし、チオラーゼ2とは別個の酵素により触媒される。また、コーホスホメバロン酸から、イソペンテニルにリン酸に至るまでの部分が、異なる、酵素反応により異なる、中間体を経て3段階で進行する。コーホスホメバロン酸は、まず脱水酵素により、 無水後ホスホメバロン酸となり、続いて脱炭酸酵素により、イソペンテニル1リン酸となる。最後にリン酸化酵素により、イソペンテニル2リン酸を生じる。残る3つは古細菌の限られた系統にのみ見られ、これらのルートは遺伝子の水平繊維によって比較的、新しい時代にもたらされたと考えられる。ルート2では、後ホスホメバロン酸は脱炭酸酵素により1段階で、 イソペンテニル1輪酸に変換され、続いて蒸気と同じリン酸化酵素により、イソペンテニル2リン酸を生じる。このルートは、ハロバクテリアにのみ見つかっている。一方、最近であるクロロフレクサスにもこのルートが見つかっている。ルート3では、メバロン酸からリン酸化により酸、ホスホメバロン酸を生じ、さらに連続するリン酸化により酸、 ゴービスホスホメバロン酸を生成する。続いて、脱炭酸化により、イソペンテニル1リン酸を生じ、ルート1.2と同じリン酸化酵素により、イソペンテニル2リン酸が生成する。このルートは主に、テルモプラズマズナに限定される。最後に、深刻生物、細菌タイプのメバロン酸経路も、スルフォロブスメに、ほぼ限定されているが見つかっている。これは、深刻生物、 または、最近からもたらされたと思われる。英語版も参照。メバロン酸経路のうちメバロン酸の合成までの経路は3つすべてのドメインで比較的よく保存されているのに対し、メバロン酸以降はドメイン間よびドメイン内でも差異を生じている。次節で述べるように、メバロン酸以降の酵素反応は大部分が互いに相当な酵素群によって触媒されており、 この酵素群の機能的な多様化が各ドメインで複数回生じたと推測される。メバロン3経路は深核生物と古細菌にほぼ普遍的に分布している。対して細菌内での分布は限定的である。しかし、非メバロン3経路と異なり、メバロン3経路が3つ全てのドメインに分布していることや分子系統解析の結果。 メバロン酸経路を構成する複数の酵素の進化、系統樹において角度メインが別個のクレードを形成することから全生物の共通祖先はメバロン酸経路を持っていたと推定された。この場合、深核生物および古細菌はメバロン酸経路を共通祖先時代から現在に至るまで維持しているのに対して最近では非メバロン酸経路が新たに進化し、 一部の細菌のみが本来のメバロン酸経路を保持していることになる。しかし実際には深刻生物と個細菌では経路の一部が異なるのに対して逆に深刻生物と細菌では保持するメバロン酸経路が同一である。実際より近年の分子系統解析では深刻生物のメバロン酸経路は個細菌ではなく細菌由来であると推定されている。 いずれにせよ、ルカがメバロン酸経路自体をすでに保持していた可能性は高い。ただし、ルカが持っていた経路はよく知られる。真核生物が持つ経路とは、メバロン酸以降の部分が異なっていた可能性がある。真核生物及び最近のメバロン酸経路では、メバロン酸からイソペンペニルにリン酸までの3つの酵素反応はすべて相当な酵素群によって触媒される。 一方、大部分の古細菌が持つ変形メバロン酸経路では、ホスホメバロン酸からイソペンテニルにン酸までの区間は、深核生物、細菌とは別ルートで、二つの非 GHMP 酵素によって触媒される。したがって、三つのドメインすべてにおいて保存されている GHMP 酵素はメバロン酸キナーゼのみである。そのため、深核生物、 最近のメバロン酸経路における他の GHMP 酵素はメバロン酸キナーゼから機能的に分岐した可能性がある。一方、コサイキンが持ついくつかの変形メバロン酸経路も各ルートの分岐は全てメバロン酸の合成以降でそれぞれ異なる GHMP 酵素が関与する。そのため、これらコサイキンが持つ複数の GHMP 酵素も メバロン酸キナーゼから機能的に分岐して成立した可能性がある。GHMP 酵素ファミリーに属する酵素は、非メバロン酸経路にも見つかっており、この酵素ファミリーの起源は、イソプレノイド整合性と同じかそれ以前に遡ると考えられる。ちなみに、メバロン酸経路の最初の2つの酵素であるチオラーゼと、HMG、CON シンターゼも互いに、相動で、 進化的に関連している。ただし、それぞれの出現実機については、現在のところ知られていない。チオラーゼは、イソプレノイド整合性だけでなく、複数の代謝経路に関与していることから、HMG-COA シンターゼはすでに存在していた、チオラーゼ酵素ファミリーの中から進化した可能性がある。メバロン酸経路に関わる薬剤としては、スタチンとビスホスホネートがある。 スタジンはメバロン酸経路の立足段階となっている HMGCOA レダクターゼを強合的に阻害することによってコレステロール合成を低下させる。一方、ビスホスホネートは破骨細胞に取り込まれるとメバロン酸経路の下流でタンパク質のプレニル化に関わるファルネシルにリン酸を合成する酵素を阻害する。それによりジートペースのような細胞シグナルに関わる。 タンパク質の翻訳語就職を阻害することで、破骨細胞のアポトーシスを誘導し骨代謝を抑制する。ありがとうございます。